動画見てくれてありがとう、ノンズです。今回はね、次の仕様をまとめていこうと思います。そしたらまずは釣果の話ですね。宝が釣れるのかゴミが釣れるのかみたいな、いろいろ釣れるものはあるんですけど、やっぱり宝が欲しいですよね。実はマイクラの Java 版にはオープンウォーターという宝を釣る条件があって、それを満たしていないといくら宝釣りがついていても宝を釣ることはできません。オープンウォーターの条件はこの浮きを投げた時に浮きを中心、浮きのブロックが今この水ブロック、この、僕の真下の水ブロックなんですけど、このブロックを中心として 5×5×4 の範囲にブロックがないこととなっています。周りに土などのブロックがあると宝が釣れなくなるので注意してください。ただ例外アイテムもあって、当たり判定がない水中ブロックとか水蓮の葉とかは大丈夫です。ちょっと詳しく説明すると、例えば昆布とかは当たり判定ないし、サンゴとかも当たり判定はありません。看板も当たり判定ないですね。ただシーピクルスは当たり判定があるので、これがあると宝は釣れなくなります。この釣り竿は絶対に宝が釣れる釣り竿なので、こうやって釣りをするとオープンウォーターの条件を満たしていると宝を釣ることができます。でもこうやってシーピクルスが置いてあったりするとオープンウォーターの条件を満たせなくなるので釣りをしても何も釣れません。ちなみにこれ 5×5×4 は浮きの中心なので、例えばここだったら、ここにブロックがあるのでオープンウォーターの条件は満たしていません。このど真ん中じゃないとダメですね。ど真ん中だけ満たしています。で、詳しい条件を紹介すると、例えば浮きがこのコンクリートの位置に乗っているとします。そうするとこの浮きから見て水平方向に2マスずつですね、計 5×5 の範囲で水中2マスは水で満たされている必要があります。だからここにブロックとかがあるとダメ。また同じ範囲で上方向には空気ブロックがないといけません。だからここは大丈夫なんですけど、ここにブロックがあるとアウトですね。これはオープンウォーターの条件を満たせません。ただ例外があって水蓮の葉は大丈夫です。こいつだけは空気内に存在できます。まあそんな感じで浮きを中心として 5×5×4 の範囲にブロックが置いてないっていう条件を満たすと宝が初めて釣れます。逆にそれを満たしていないと宝は釣れないので注意してください。ちなみに釣果は宝、魚、ゴミの3カテゴリーに分かれています。詳しくは前回のマイクラ大図鑑の方の動画を見てほしいんですけど、仕様書シリーズでは詳しい確率を紹介しようと思います。まず普通に釣りをするとゴミ 10%、 魚 85%、 宝 5% の確率で釣ることができます。そんでこの宝を釣る確率を上げるためには宝釣りというエンチャントがあって、宝釣りにねレベルがあるんですけど、宝釣りを使用すると1レベルにつき宝が釣れる確率は約プラス 2%、 魚が釣れる確率は約マイナス 0.15%、 ゴミが釣れる確率は約マイナス 1.9% となっています。こんな感じで、例えばゴミだったら 1.9、 1.9、 1.9 ぐらいで減っていきます。魚の釣れる確率も減っていきます。宝釣りが高くなるにつれて、で宝が釣れる確率はだんだん上がっていきます。結構大きくなりますね。何にもつけてない時のゴミを釣る確率と宝釣りさんの宝を釣る確率だったら、宝釣りさんで宝を釣る確率の方が大きいです。まあ、ちなみにねこれ確率全部書いてあるんですけど、小数点がね切り上げとか切り下げとかしてあるんで、まあ、正確な数値じゃないっていうことだけはねご了承ください。まあそんな正確な確率はね知っててもしょうがないので、まあゴミと魚の釣る確率が減って宝の釣れる確率が上がるんだなっていうぐらいを覚えておけば大丈夫です。エンチャントされた釣り竿、弓、本を釣りたい人は宝釣り使いましょうって話ですね。ノンズチャンネル。続いて釣り時間についてです。まあ釣りをするときにね魚がかかるまで結構待つと思うんですけど、この釣り時間っていうのは5秒から30秒の間でランダムに決まります。要するにエンチャントなしの釣り竿でも5秒で釣れることもあるし、最低でも30秒釣りをすれば何かは絶対ヒットします。ヒットしました。この釣り時間っていうのはチック数で処理されるので、100チックから600チックの間でランダムっていうことになりますね。この動画ではね、そのチック数、釣れるまでのチック数のことをフック時間と呼ぶことにします。釣り竿を右クリックして釣りが始まると、フック時間が100チックから600チックの間でランダムに決定されます。まあ、150チックだったら 7.5 秒みたいな感じですね。このチック時間は1チックにつき1ずつ減っていきます。なので100チックから600チックは5秒から30秒ということになります。ちなみにね1秒間は20チックです。このねフック時間はね1チックに1ずつ減っていくので、これをスピードと呼ぶことにします。スピードが2なら1チックにつきフック時間が2減るって感じですね。
通常はね、スピードが1で1チックに1ずつ減っていくんですけど、このスピードはね、増えたり減ったりすることがあります。まあ、何度も言いますが、フック時間という持ち時間が減る速度が変わるって感じですね。スピードが変化するのは、日光や月光が当たっていない時と、雨が降っている時です。まずは日光や月光が当たっていない時について紹介します。釣り場の真上に天井とかがあって、空が見えなくなっている時ですね。日光や月光に当たっていない時は 50% の確率でスピードが1減ります。つまり釣り場の上にブロックがあると釣り時間が平均2倍になります。これでかいですね。まあ釣りをする時は釣り場の真上にブロックを置かない方がいいということになります。というか天井があると超非効率です。ちなみに天井があるかどうかを判断しているのは空からの明るさレベルが15かどうかで判断しています。このデバッグ画面の左側にあるクライアントライトのこのスカイの部分ですね。今15スカイってなってるんですけど、ここは天井が開いている、日光や月光が当たっているっていう判定になりますけど、このブロックの下は14になってしまうので、これは遮るブロックがあるって感じですね。で、日光や月光が当たっているかっていうのは、ここの値でしか判断しないので、例えば、ボタンとかガラスとか鎖とかがあった時にこの下にいてもクライアントライトのスカイの部分が15なら月光や日光が当たっているという判定になります。また雨が降っている時もフック時間の減少スピードが変わります。浮きが雨に増えている時は 25% の確率でスピードが1増加します。つまり雨が降っている時は釣り時間が平均 20% 減少します。まあもともと10秒だったら8秒ぐらいになる計算ですね。こんな感じで、もともと5秒だったので4秒ぐらいで釣れるんじゃないかな。雨が降っていると通常よりも少し早く魚を釣ることができます。まあ、これも結構バカにできないですね。ちなみに雨が降っているかどうかはワールドの状況ではなく浮き地点の位置で雨が降っているかどうかです。例えばこうなっている時に上に天井があったら雨は直接当たっていないので、これは雨の影響を受けることはありません。いくら雨が降っていても釣り時間は早くならないので注意してください。じゃあこれどうやって判定しているかっていう話なんですけど、この浮きがいる位置ですね。浮きがいる位置の上に当たり判定があるブロックがあるかどうかで判定しています。当たり判定があるブロックがあったらダメ。当たり判定があるブロックがなかったら大丈夫みたいな感じですね。もっと言うと、当たり判定のあるブロックがあったら雨をブロックしている。雨が当たっていない。当たり判定があるブロックがなかったら雨が通っている。雨が当たっているのでスピードが速くなるっていう感じですね。これはデバッグ画面の左側 CH の M の値49って書いてありますね。この値で判定することができます。今水の座標はこれですね。49。水の高さが49で、この M の値も49なので、これは今遮るものがなくて雨が降ったら当たっているという状態です。しかしここに屋根ができると、水の高さは49なんだけど、上にある当たり判定のあるブロックは55になります。そうすると、49より55の方が大きいので、これは上に遮るものがある。つまり雨が当たっていないという判定になります。この M の値は当たり判定があるブロックを表しているので、こういう普通のブロックを置いても、こんな感じで増えますね。M が49から53に変わります。また、これブロックだけじゃなくて液体、水とか溶岩でもこの値は増えるので注意してください。例えば、松明とかだと当たり判定がないので大丈夫ですが、トラップドアなんかは当たり判定があるので、ここの M の値が更新されます。まあ、どのブロックが大丈夫なのかっていうのは真上にブロックを置いてみれば M の値が変わるかどうかで判定することができます。この真上にブロックを置いてみて、M の値が変わったらアウト、変わんなかったら OK って感じですね。最後に入れ食いの効果についてですね。釣り時間を短くするエンチャントに入れ食いっていうエンチャントがあるんですけど、その効果がどうなっているのかを紹介します。宝釣りも紹介したのでその延長線ですね。まあ入れ食いっていうのは釣り時間を短縮するエンチャントなんですけど、具体的には最大釣り時間が短くなります。さっき5秒から30秒って言ったと思うんですけど、その30秒の部分がちょっとずつ短くなるって感じですね。まあ具体的には入れ食いのレベル数かける5秒分短くなります。最初はね、5秒から30秒だったんですけど、入れ食いが1つくと最大釣り時間30秒が5秒減って25秒になります。でまた2になるとまた5秒減って20秒、また5秒減って15秒。まあサバイバルで入手できるのは3までですね。コマンドで入手できるのはもっと上回ります。例えば4だったら5から10秒、5だったら5秒で釣ることができます。さっきまで使ってた5秒の釣り竿はこれですね。入れ食い後がついているので、5秒待っていたら確実に魚を釣ることができます。まあこれもチック数で設定されるので、100から600チックだったのが、まあ100から500チックになって、400チックになって、300チックになってって感じですね。
で100チックで釣れます。でまあこれ以上高くなったらどうなるかっていう話なんですけど、これ以上高くなるとね、魚がね釣れなくなります。この最大釣り時間がね100から0チックみたいになってエラーになって魚が釣れなくなります。まあエラーにはならないと思うんですけど、魚は釣れなくなるんでいくら待っていてもダメです。入れ食いの効果はレベル5までしかつけられません。登録してね。ってことで釣果と釣り時間について理解できましたかね。本当は釣りをしている時に出てくる水しぶきのエフェクトについても紹介したかったんですけど、よくわからなかったし使い道がなさすぎるのでやめておきました。分かったことはそのね、水しぶきがねフック時間に応じて変化するので、例えば入れ食い後でこう魚を釣った時に5秒で釣れるんですけど、5秒でこの速さで来るんですけど、屋根がついて釣り時間がだいたい2倍ぐらいになったら、この水しぶきがまあスピードがゆっくりゆっくりゆっくりになって釣れるって感じになります。まあそれぐらいしかわかりませんでした。ってことで釣りの解説は以上かな。この動画役に立ったよって人はね、高評価とか登録とかしてくれると嬉しいです。かんだ。じゃあね。